戦争法案絶対反対。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 戦争法
4月中旬に三重県で結成したウィンドという若者有志の団体のメンバーです。7月から国会前に足を運ぶのは今日で4回目です。いつもは一人でここへ来ていました。でも今日は一人ではありません。今日のために名古屋から貸し切りのバスを手配して愛知、岐阜、三重の若者たち40人でここへやってきました。これまで顔を合わせたこともない人たちが Twitter や Facebook などの SNS を通して戦争法案を止めたい、その思いだけでバスに乗りここに来ました。私たちがここでどれだけ政権を批判しても、どれだけ違憲だと訴えても、どれだけ戦争の悲惨さや平和の大切さを訴えても、政府はそんなことには耳を傾ける気は毛頭ありません。私たちの言っていることになんて端から興味がありません。戦争ビジネスを拡大するためにこの法案を何が何でも押し通すんです。そんなことは分かっています。もう悲しみや怒りを抱いてそれに時間を割いている暇なんてありません。じゃあ私たちは一体どうすればいいの？やるしかないんです。目に見える形で訴えていくしかないんです。こんな風に国会周辺に集まって大きなうねりを作って嫌をなくそれを見せつけてやるしかないんです。先ほど私は国会前にいて道路が決壊した瞬間を見ました。私たちだってやればできるんです。私たちの地元三重県ではデモをしても毎回100人程度しか集まりません。若者主体でデモをしても若い人はちらほら来てくれるぐらいです。沿道からの冷たい視線が飛びます。それでも私たちは声を上げ続けます。デモをしたって何も変わらないじゃんって言うけど、私の周りはデモをして変わりました。今まで政治に興味がなかった地元の友達が Facebook の記事にいいねしてくれるようになりました。地域のいろんな世代の人たちと顔を合わせて意見を組み交わすことができました。地元に住む戦争体験者のおばあちゃんはもう体が動かん私らの思いをつないでくれるのは若い人しかおらんと目に涙をにじまして私の手を握りました。私たちはその思いをこれからも次の世代に受け継いでいかなければならないんです。8月の6日、初めて広島の平和記念式典に行ってきました。朝から夜まで本当に多くの人が平和を願って献花台に長い長い列をなしていました。そこで印象的だったのは、同じ公園内でギターを弾き平和の歌を歌う人、紙芝居の読み聞かせをする人、戦争の写真の展示をする人、みんなそれぞれの表現の仕方で上手いも下手も関係なく思いを表現する、そしてそれを許される環境がある、これこそが平和の作り方だと学びました。誰に笑われてもいい、私は平和を作るために自分の地元からこれからも声を上げ続けます。この間新聞記者の方に、なんで今の若い人たちってそんなに前向きに運動ができるの？と聞かれました。きっと地元で一人で声を上げていたら心が折れてしまっていたかもしれません。でも三重県にも東海にも一緒に頑張る仲間がいる、そして全国各地、日本中、そして世界中に同じ思いを持った仲間がいるんです。いつも Facebook 見てるよとこっそりメッセージをくれる友人がいます。温かく見守ってくれる家族がいます。一緒に戦ってくれる仲間がいる、それだけで本当に心強いんです。皆さんが私の希望なんです。私たちは安倍さんがどう頑張っても持てない最大の武器を持っています。人とのつながりです。きっとこれからどんなことが起こっても、私たちはこの最大の誰の命も奪うことのない武器を使って勢力に抗うことができます。人の姿を見ようとしない政治では、こんな風に人と人をつないでいくことはできません。対話を持とうとしない政治では、こんなに大きな力を埋めません。民主主義の力を最大限に使いましょう。平和の道から外れ戦争の道へ歩もうとしている民主主義、止めるのはどこかの政治家じゃない、国会前にいる
い。どんなメディアにも、ね、メディアよりも信頼のおけるメディアに私たちは自分自身がなることができます。一人一人が自分のできる精一杯のことをやっていきましょう。2015年8月30日、私は戦争法案に反対し、最後まで皆さんと共に戦うことを誓います。ありがとうございました。シールズの皆さん、本当に私たち年寄りも若い方もみんなシールズの皆さんに力をいただきました。よかったですね。なんかつないでいくっていう感じがしています。はい、それで一つここで大事なことを忘れておりました。今日はですね、カンパ袋を持った皆さんが何人も会場ここにいます。どうぞ皆さん、カンパにご協力ください。先週の日曜日、全国紙に、今日の玉の広告を出しました。そして今日のこの設定、宣伝館の設定などに、まあ、大変皆さんからご協力いただいたお金を大事に使わせていただいています。どうぞカンパにご協力ください。よろしくお願いします。カンパスタッフの皆さん、回ってください。お願いします。それでは続きまして、三元殿の三沢レドウルフさんです。皆さんこんにちは。首都圏半原物連合の三沢レッドウルフと申します。私は先ほど社分の前の街宣車ステージでスピーチをしてきまして、でお迎えのお車でですね、この周辺をぐるっと回ってきましたが、もうほぼ全域にわたって人で埋まっております。3年前の夏に私たち首都圏反原発連合が呼びかけた、脱原発、反原発、大井原発再稼働をやめろと、その官邸前抗議、その時の、再来と言ってもおかしくない、そういった今状況に国会の場にはなっています。この3年前の、原発の大抗議、この後から日本団